GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットをお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回担当するのはケンタロウと担当おいちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今回はですね、シャドーバースのね、ガチャをやりたいと思います。お願いします。のでいつものように GM コインを通して、はい、やっていきます。おい、まあ、正式にはガチャではなく召喚とのことなんで、まあすいません、その辺はちょっといろいろありますんで、いろいろあります。はいはい、はい、ではクリスタルの方1200個ですね、購入いたしました。いや、やばい。で、まずはこの1日1回限定、これやらないといけないみたいですね。そうですね、やりましょう、やりましょう。とりあえずまずここから河川陣は、これ5パックなのかな。これ演出あんま変わんないっすよね、ずっと同じっすよね。多分今のとこ変わんない、見たことないっすもん。なるほどね。引いた時にカーンって言ってるのがね、気持ちいい。ああ、何もなかったな。カードパック1パック目はあいにくと。まあ、でも結構コストがちっちゃいやつが欲しいんだよね。あ、そうそうそう、コストがちっちゃいやつが欲しいんだよな、本当に。じゃあこっから、はい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 、じゃあもう10パック分いく。やばいやばい、いきますいきます。はい、お願いします。はい、じゃあいきます。はいはい、これどうなんだろうな、頼む。やっぱりレジェンドは、あー、レジェンドは激アツですね。俺サタン今1枚持ってて。え、レジェンド1個持ってんすか。1枚持ってますよ。うわー、俺1個持ってないんで超欲しいです、ね、カーンと来たぜ、カーンとガーッと来い。来なかったな。あ、いやいや、でもプレミアか、光ってるやつね、や動いてるやつ。あ、いいなー、スカービキーの。で次いきますよ。はい、まあ一応能力とか見て、おし、金出たね。おー、いいな。あー、ヴァンパイアか。え、あ、目視力か。復讐状態なら、コストはマイナス4。あー、これいい、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 いい。お前のフォロワーすべて8ダメージ。おー、これは熱い。なるほどね。ヴァンパイアでこれか。あー、でもそっか。じゃあ次3パック目。はい、3パック。こらかったなー。まあ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 。じゃあ次いきますよ。どんどんいきますよ。スケルトンヴァンパイア結構使えるんですよね。意外と使える。おっと、これな。まあまあまあ、でもまだ4パック目ですからね。次5パック目いって、半分ですね。半分ですね。あー、いけるか、いけるか。おぉ、ドラゴン、ね。キリュウヘイ。おそらく。ドラゴンですな。あー、まあまあまあ。手札のカード1枚のコストをマイナス2。なるほど、なるほど。あー、いい、いい、いい、ね。これは結構使えるな。ドラゴン。ドラゴン俺まだ使ったことないからな。あー。6パック目。おー、ルシフェル。え？ニュートラル。あー、ニュートラルか。え、自分のターン終了、自分のリーダー4回復。あー、これはやばいな。これ俺欲しい。いいですな。あー、いい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 。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。とりあえずまあまあ1枚は出たからいっか。レジェンドは。あ、レジェンドってあんな虹色の感じなんですか。そう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 。ああ、なるほど。本当に見たことないんだね。俺見たことないよ。本当見たことないですよ。もう何回やっても出ない。僕も初めて見たぞ。あ、これもね。疾走持つんだ。ああ、でもね。ネクロマンス呼んで疾走か。あ、ヴァンパイア。あ、復讐の状態なら、ああ、防御と攻撃力1。まあね、ああ、でも結構、ああ、でもな、コスト1はいいな。欲しいな。おっと、こっから出なくなったな。あ、でも、あ、でも、ヴァンパイアのやつは多いな。あ、この子は結構いろんなフェアリーが当たってる。そうだね、エルフはちょっと。あ、死後なんだ。あ、いい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 、欲しい。コスト1の集合とか結構いいな。やばいな。やばいぞ。これもさっき出てきたね。ああ、ウィッチ。おいちゃんの好きなゴーレム系だな。あ、ガーディアンゴーレムの召喚のやつじゃん。2体出すやつだね。すげえ。じゃあ次、私、ラストです。ラスト。はい、はい、はい。まあ、そりゃ、あ、出なかったな。あ、でも、え、この、コスト1で、コスト1のやつって。エルフは、これは、収穫祭なる。あー。3枚でお迎えしてたら、1枚引くってことね。え、これ、それ。プスカルビースト。おー。あー、まあ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 。はい。以上が、私の結果ですね。はい。はい。じゃあ次は、タン君に行きましょうか。はい。僕やります。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあ、僕の端末になりまして、はい、さっきと同じですね。1日
1回限定のやつからやっていきたいと思います。じゃあ購入。はあ、もうレジェンド見たくてしょうがないんですよね。レジェンドがもう見たくて、ここはもう全然変わんないと思うんで。そうですよね。こっからこっから。いやでもさすがに出るよ。あ、これ俺持ってんな。ああ、ドラゴンか。ああ、はい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 。あ、違う、ドラゴンじゃなくてビショップだ。ビショップ、あ、これ後で見よう。ビショップ、好きなんで。あ、やべ、コスプレ1ある。これネクロマンサーだな。ああ、まあ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 、いいや。君たちすごいね、コスト低いのに、の執着心が。いやね、大事なんすって。こっからもう、10回やっちゃいまーす。はーい、いっちゃってください。頼みますよ、これ。はい、あ、まあ、はいはい、これだ。これね、こうケンタロウさんね、レジェンド出てね、実はさっきね、交換してる間もあれはやばかった、ほんとやばかった。交換してる間もやったら出たんすよね、ダークドラグーンが。これはやばかった、すごい見たかったっすもん。これもネクロマンサー、うーん、あ、潜伏なんだな。まあ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 、あ、これ左の神竜かっこいいね、ドラゴン。あ、でも神竜もなんかイラストがすげえかっこいい。最初のカードランダム捨てて、カード2枚引く。あー、なるほど。なるほど。いいな、意外といいな、いいな、いいな。頼む。おお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 コスト1、1個、ゲット。こっからじゃ、おーい、来ましたね。レジェンド、レジェンド、これ。ビショップだ。しかもビショップじゃん。よし、え、自分のターン終了時、このホーラーの体力を上限まで回復。あーざっす。あ、いいっす、いいっす、いいっす。進化もちょっと見ます。本当だ。あ、ああ、え、もう反対になっただけだ。あーざっす。微妙に、ね、あ、あ、あ、エルフさんね。はい。じゃあ次行きます。行きまーす。ザッス、ネクロマンサーかな。いや、これあれですね、あのヴァンパイアだな。ビショップ、俺自分のアミュレットを全て破壊する。やべえ、これやばい。ちょっと進化見ます。あ、あ、はい、じゃあいきます。こっからっしょ。あー、でもまあ、ただゴールドレアが、ゴールドレアちょっとなー、 あ、剣豪も結構強いんだよな、意外と好きなんだよな。あー、やばい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 。ちょっと個人的に欲しかった。ターン終了まで自分の他のフォロワー全て。あー、これはやばい、これは意外といい。 あ、初ターンか。初ターン、あれ、ファンファーレで初ターンってことは、あ、そういうことか。自分のターン出した時に攻撃だけ専念できる。そういうことだよね。いいなってのはちょっと個人的に欲しかった。じゃ、以上だ、タン君、あの世の結果ってことですね。そうっすね。はい。じゃあ次、最後、おいちゃん。はい。はい。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい。僕の、はい。お願いします。行きます。まず1回か。あ、そうか。まず1回目からか。はい。いいなぁ。いやね、もう、レジェンド、もう2回見てますから、ケンタロウさん、僕で。レジェンド見たい。レジェンド見たい。レジェンド、ゆっくりだな。さっさやるよ。ゆっくりだな。さっさやるよ。ゆっくりだな。おい。ああ、あ、お？でも見たことないカードは。あるあるある。うん、これかわいいな。やっぱイラストがなんかいいな。進化時。進化時か。あ、いいな、でも、でも最悪どうしようもない時とかはね。ああ、欲しい欲しい欲しい。うん。あ、結構ね、こいつがね。ああ、そう、これ、こいつ結構いいんだよな。こいつ結構苦しめられるんだよな。お気づきの方はいらっしゃるでしょうが、私はもうウィッチしか使っておりません。そうなんだ、ウィッチ使いなんだよな、おいちゃんさんはもう。はい、じゃあ10パック連続いきますよ。もうね、この前、おいちゃんさん戦ったんですけど、もう、ああ、強い。マジか。強かった。多分、この中で俺まだ多分一番弱いと思う。いや、でも、これ、要は多分、結構分かってくれば超面白いと思うんですよね。いや、ここでこういう攻略でいこうとかになると。まあね。これはネクロマンサーだね。あー。一体出す。一体、これネクロマンサーちょっと難しいんだよな。そうね。あ、でもこれはネクロマンサーにしたらあれ使わないの、墓地を。
ああ、うん、墓地使ってなんぼですからね。だからこそ墓地使わないやつがね、助かるんだよね。いいな。あ、やった欲しかったやつ欲しかったやつすげえテンション上がった。え？これ欲しかったんだよ。これ荷積みしたくて、まだ1枚しか持ってなかったの。え、スペルブースト？そう。あの、スペルブーストっていうのを、あの、ウィッチって使うから、これで、そのスペルブーストすると、1枚引けるようになるの、さらに。ああ、1枚引ける。いいよな。だから、あの、とことん手札を潤すゲームだから、もうウィッチは。そうだよな。本当にな。手札にないとね、これやられるからね。あ、これは俺も、個人的にはこれがないと多分ロイヤル回んないなと思う。そうそう、ロイヤル、ね、これはね、ないとね。これね、出ないんだよな。俺持ってないんだよな。そう、失踪持つんだよな。失踪これで、最後の土壇場で一気に規制かけるだろう。あの、規制じゃない、なんて言うんだろう。もう、一気に畳みかけると強いね、じゃロイヤルは。強い。これあれ2枚だろ。おぉ、俺と同じやつ、さっき出したやつ俺が。ドラゴンか。マジ俺これ超惜しいんだけど、これ、俺もうマジ本当にこいつに負けた。まあ、俺のカニおじちゃんが画面で出してくれたね。うわぁ、もうちょっと長く見せてくださいよ、さっきの。俺超見たかった。後で見せてやるから。俺はそんなことよりウィッチなんだよ。いやいいでしょ、レジェンド見れたんだから。まあね。あ、もう半分いきましたよ。あ。2回でスペルブースト。ほんほんほん、いいね。これ分かっちゃうなぁ。どうするどうする。あー、あ、やべぇ。ドラゴンいい。上から2番目の。これ使うんだよなぁ。これあれ狙われないやつじゃなかった。そう。これ結構いいんですよ。あ、違うかった。あの、いや。似たようなやつがあった。ミストドラゴンのこと言ってる？あ、そうそう。ミストドラゴンはいない。あー、なんだ見たことない。これはまあ、ネクロマンサー系だろうね。あ、でも3で？ああ。相手のフォロワーすべて、はい。あ、やばいじゃん。1ではない。あ、ね、でも、ネクロマンス6使うのか。なるほどね。なるほど、あ。へぇ、あの、上の段の。おや上から見た。いや、まあまあ、でもそんなもんだよ。あ、俺これ好きだったんだよな。もう、ちょっとだけね、カウントダウン系のやつ欲しい。同じカードね、やっぱりね。これウィッチか。これウィッチじゃないですか。ウィッチやな。自分のスペルをプレイするために自分のフォロワーすべてを。あ、いいね、こういうのが分かったタイプ。あ、でもアミレットか。ああ、まあまあまあ。アミレットはまあ、でもあれだよ、やっぱ、ね。大事だよ。やばい。あ、これ最後じゃないですか。最後。ああ、よく見かけますね。あ、はいはい。あ、よく見かけるやつらが。ああ。ああ。だね。まあでも、まあでもそこそこみんな、やっぱりね、いいレジェンド引けたからすごい。出ますね。出ます。超いい。つか、俺、そうゴールドレア、めっちゃ出てんじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい。これ見れたんだ。見れるよ、最後。俺見れなかった。たぶんおっしゃったんだよ。レジェンド見せてください、レジェンド。これ超いいよなぁ。これやばい。こいつほんと強いかんなぁ。特性だから、要は PP が7以上の状態じゃないと。そう。発揮しないから。あー、でも強いっちゃ強いんだよな。まあでも、6でしょ、コスト6。うん。ってことは、ほぼほぼ7の状態で出すことに。出す。だから、ずーっとこれ手札に置いといて、覚醒来たらこれやったらマジ強いっすね。そう。ドラゴンだから2積みぐらいしちゃっていいね。うん、3、あ、でも3積みしちゃってもいいのかな。うん。いや、でもあればあるほどいいよね。うん、あればあるほどいい。ボリューム、あの、いろいろと夢は広がりますね。そう。まあ、でも僕はこれだけただけで十分でします。ああ。いいなぁ。いいなぁ。ゴールドはちょっと俺今回少なかったからなぁ。俺もなぁ。まあでもレジェンドまあ、俺も見れたからいいかなぁ。うん。はい、今回は。そうですね。こんな結果になりました。皆さんはどんな結果になりましたかね。うん。あとまあ、我々まだ始めたばっかりで全然。そうですね。まだそこですね。まだ全然。無知な部分もあるので、なんかこういう感じで。はい、やったら面白いよとかなんか教えていただければありがたいですね。ぜひ参考にします。はい、お願いします。はい、ではジムチャンネルの方ではほぼ毎日17時に動画を配信しておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 GM コイン